いつまで実家にいるつもりだ。早く戻ってきて、母さんに孫の顔を見せろ。電話に出た途端にそのように怒る夫。母は夫のひどい態度にびっくりしていた。そしてそんな夫に母が驚きのことを言った。今娘と孫の葬儀中ですので後にしてくださいませんか。は。私の名前はのぞみ、28歳のカフェ店員だ。夫マサトとは私が働いているカフェで出会った。毎日彼は朝活をしにカフェに来ていた。カフェラテを飲みながらノートパソコンを開き、いつも難しそうな資料を作成していて、仕事ができる会社員ってこういう人なんだろうなと思っていた。毎日来ている常連さんなので自然と顔を覚えていて、またたまに昼過ぎにも会社の人と会議をしにカフェを利用しに来ていたので声も覚えていた。そしてある日、私は友人に誘われて合コンに参加したのだが、なんとその合コンに彼が参加していたのだ。私はびっくりして、あっと言って彼を見た。すると彼も、あれ、カフェの、と言って私のことを覚えていてくれたのだ。こんな偶然があるのだなとその場が盛り上がり、周りも自然と私たちで話すような雰囲気づくりをしてくれた。そのおかげで私たちは連絡先を交換し、二人で会うことになった。それから飲みに行ったり、食事に行ったり、デートに行ったりして、私たちは距離を縮めていった。そして何度か会った後に、彼に告白をされて私たちは付き合うことに。それから順調に交際を続けていき、交際を始めてから一年半ほどが経った頃、私はプロポーズをされた。俺の人生は望みが隣でずっといてくれないとつまらないものになる。だから一生俺のそばにいて楽しい人生を送らせてほしい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。私は彼からプロポーズをされて、この上ない幸せを味わった。きっかけは合コンだったとはいえ、まさか常連さんと恋仲になり結婚にまで至るなんて考えたこともなかった。本当に人生というのは何が起こるかわからないものだ。結婚式では職場の人たちや友人たちがたくさん参列してくれて、ものすごく幸せな式を挙げることができた。そうして始まった新婚生活。私はもともと正社員として働いていたのだが、結婚を機にパート勤務に変えてもらった。基本的に正社員だと休みなく土日も必ず出勤という形になるので、それだとせっかくの新婚生活が楽しめなくなると思ったからだ。それに夫は大企業に勤めていて収入も良かったので、私がそこまで無理をして働く必要もなかった。ただ長年カフェで働いてきて、自分が磨いてきたコーヒーを入れる技術だったりを衰えさせたくなかったし、仕事自体も好きだったのでパート勤務にして、平日の朝から昼過ぎまでの短い時間で働くことにしたのだ。そのおかげで家事とも両立させることができ、問題なく主婦業もやれている。夫は私が毎日ちゃんと晩ご飯を作って家の中もきれいにしているので、とても快適そうにしていた。この唐揚げすごく美味しいよ。本当に？よかった。今日はデザートも用意してるから、食後にコーヒーと一緒に食べよう。やった、食べる。夫は甘いものがとても好きなので、私はよくカフェのお菓子をシャワリで買って帰っている。そしてコーヒーは私が一生懸命腕を磨いているので、とても美味しいコーヒーを入れている。私が働いているカフェは自家焙煎をしているコーヒー豆も販売しているので、使っているコーヒー豆もかなりいいものだ。こんな風に最高のデザートセットが味わえるなんて幸せだよ。俺専用のおうちカフェって感じだな。明日からもこれで頑張れるよ。よかった、またたくさん美味しいもの作るから。私たちはこんな風にとても幸せな新婚生活を送っていた。だが結婚して半年ほど経った頃、私はとある人物に悩まされることに。
それは義母だ。義母は私が日中のパートを終えて帰ってくる頃に合わせてよく家に遊びに来るようになった。お母さん、またいらしたんですか？あら、いけないかしら。私は自分の息子の家に遊びに来ただけなんだけど。義母は夫の家なんだから来て当然という感じで、当たり前のように家の中に入ってくる。しかも大体、週に3回くらいのペースでやってくるので本当に迷惑だ。義母は家に来るたびに、私の家事に文句をつけてくる。全然掃除がなっていないわね。あなた、本当にカフェで働いているの？あなたみたいなガサツな人がいるカフェなら、衛生面が心配だわ。私は掃除はとても念入りにやっている。どこがどう汚いのか言ってほしいくらいだ。だが義母は、具体的にどこの掃除が行き渡っていないか言ってはくれないので、きっと私をただいびりたいだけなのだろう。正直言ってこんな風に頻繁に来られると困ってしまう。義母は来るたびに私にお菓子とコーヒーを求めてくる。義母もどうやらかなりの甘党なようで、毎回必ずお菓子を食べたがるのだ。そのため、私が夫と食べようと思っているお菓子も必ず食べられてしまう。まあ、あんたのコーヒーを入れる技術だけは褒めてあげるわ。義母は唯一そうやって褒めてはくれるが、それ以外の私への態度がひどすぎるので、プラマイゼロには絶対にならない。そして夫は実は結構なマザコンだった。そのため義母のことを完全に信用しきっている節がある。だから私が義母のことで相談をしてもちゃんと話を聞いてくれないのだ。ねえ、今日もお母さんがやってきたんだけど。え、そうなの？なんだ、俺も会いたかったな。それで母さん何か言ってた？いや、あの私への態度がひどいなって思って。え、どういうこと？私の家事について細かく文句を言ってきたりするのよ。ああ、それは母さんなりの愛情だよ。え、嫁としてのぞみに成長してもらいたいからそう言ってるんだよ。いや、そうじゃないと思うけど。それにしては言い方が厳しすぎるし、指導というよりは悪口に近いし。いやいや、だからそれが母さんなんだって。厳しく聞こえるかもしれないけど、それも愛情なの。のぞみもいずれわかるよ、母さんの優しさが。本当にそうか。全然優しいと思えないんだけど。だが夫はそう言って話を終わらせてしまった。それからも義母は定期的にやってきたのだが、その度に私のことをいびってきた。そしてそれは家事についてとかではなく、私自身への批判だった。そもそもカフェ店員のくせに、お客さんに手を出すってどういうことかしらね。本当はいろんな男に手を出してたんじゃないの？その中でマサトが一番収入が良かったから選んだんでしょ。なんてはしたない女なのかしら。そう、そんなことしてません。それに、私とマサトさんが実際にプライベートで話すきっかけとなったのは、合コンですから。ちゃんとした出会いの場で話したので、カフェの仕事は関係ないです。どうだかね。その合コンも、マサトが来るように仕向けたんじゃないの？あなた、したたかそうだからそういうこともしそうだし。やめてください。そんなことしませんから。義母はそうやって、根も葉もないことを言って私を疑ってきた。義母が来るたびにそうやって私を攻撃してくるので、私は精神的に辛くなっていった。そのためある日、私は義母が来ても無視をすることにした。のぞみさん、あんたどこで油を売ってたのよ。もう17時よ。私、ずっと待ってたんだから。義母は相変わらずマンションの前で私を待っていたようだ。だが、私は絶対に義母の言葉に反応しなかった。すると義母は無視をされていることに気づいたのか、声を荒げた。
ちょっと、私が話しかけてんのよ。無視してないで何か言いなさいよ。マンションのロビーでそうやって怒鳴る規模。私は気にせずに1階のオートロックの鍵を開けて、エレベーターに乗り込んだ。さすがにここで義母を撒くことはできず、義母もエレベーターに乗ってきた。そしてその間もひたすら私のことを罵倒してくる。あんたね、いつまで無視をする気？嫁のくせに生意気よ。なんか喋れ。そうやって怒鳴ってくる義母。私は鍵を取り出して玄関を開けると、義母が入る前にドアを閉めて鍵をかけた。ちょっと。あんた、どういうつもり？家に入れなさいよ。義母はそう言ってどんどんとドアを叩いた。ものすごくうるさかったが、私は気にせずに居間に行って晩ご飯の支度をし始めた。しばらく義母の叫び声やらドアを叩く音がうるさかったが、音楽をかけて聞こえないようにしていたら、いつの間にか義母による騒音は聞こえなくなっていった。だがそれから数時間後、夫が帰ってきたのだが、なんとそこには義母の姿が。どうやら、夫に連絡をして一緒に入ってきたようだ。夫と義母は居間に入ってくるなり、私のことを睨みつけて怒ってきた。おいのぞみ、一体どういうことだ？母さんが来たっていうのに、ずっと無視をしてたそうじゃないか。しかも家に入れずに、鍵を閉めたって聞いたぞ。どうしてそんなひどいことをしたんだ？顔を真っ赤にして怒鳴る夫。のぞみさん、ひどすぎるわよ。そうやっていつも私のことをいびってくるのはどうしてなの？は、義母は何を言っているのだろうか。私が目を見開いて驚いていると、夫がこんなことを言い出した。お前、母さんから厳しい態度を取られているとか、俺に相談したことあったよな。あれは嘘で、お前が母さんにひどいことを毎回言っているそうじゃないか。え？それでも母さんは、お前と距離を縮めようと足しげくここに通っていたっていうのに、どうしてそうやって母さんを邪険に扱うんだよ。人として最低だぞ。最低なのは一体どちらだろうか。嘘をついて私を悪者に仕立て上げた義母が完全に悪いだろう。そして義母の嘘を鵜呑みにする夫にも呆れてしまう。その後も夫と義母は私を二人で罵倒してきた。夫がまさかここまで義母のことを信用しきっているとは思わなかった。ようやく解放された時にはもう夜遅い時間になっていた。次、母さんにひどいことをしたら離婚だからな。夫はそうやって私を睨みつけた。正直もう離婚でもいいのだが。そんなことを思い始めていた時、私はいきなり具合が悪くなった。ストレスかな？と思い病院に行くと、なんと妊娠していることが分かった。こんなタイミングでできるとは。もちろん子供ができたことは嬉しいが、ちょっと複雑だ。あれから夫は私に対して冷たい態度をとっている。だから、なかなか話しかけづらかった。それでも、子供ができたことはちゃんと報告をしないと。意を決して私は夫に話しかけた。ねえ、ちょっと話があるんだけど。なんだ？赤ちゃんができた。え？夫は目をパチパチさせて驚いていた。本当に？うん。やった。のぞみ、ありがとう。俺、嬉しいよ。夫はそうやってとても喜んでいた。私はその様子を見て少しほっとした。妊娠を報告したことで、夫との気まずい空気がなくなった。そうか、俺も父親になるのか。もっともっと仕事を頑張らないとな。そう言ってウキウキしている夫。私もそんな夫を見て嬉しくなった。だがここでもまた義母が厄介な存在となった。夫はどうやら義母にも報告したようで、義母はすぐに家にやってきた。でかしたわ。
意外と早くに子供を授かったようね。あ、ありがとうございます。妊娠中は体を休めた方がいいのと、これを機に家事のやり方を指導するのに、私が毎日来るわね。え？よかったな、のぞみ。母さんが優しくて。一体何を言ってるのだろうか。毎日来る。そんなの地獄でしかないんだが。義母が来て毎日ストレスが溜まったら、むしろお腹の子に危険が及ぶんじゃないだろうか。だが私が、それはお母さんに負担がかかるので、申し訳ないです、と言っても、遠慮しなくていいのよ、と言って義母はノリノリだった。絶対に面倒なことになるに違いない。結局、二人の勢いに負けてしまい、義母はそれからというもの毎日来るようになった。最初は私の体調などを気遣ってくれて優しかったが、だんだんと私をいびりたい欲が出てきたようだ。義母は、ちょっと早くお茶を出してちょうだい。とか、のろのろ家事をしてるんじゃないわよ。などと言って、私にすべての家事をやらせてきた。それじゃあ全然私の体は休まらないし、むしろかなりきつい。この状態じゃ、本当にお腹の子に影響が及んでしまう。私はそう思い、無理やり里帰りをすることにした。義母が帰った後に荷物をまとめ、そして車に乗り込んで実家に帰った。実家の両親は私がいきなり帰ってきたことに驚いていたが、事情を説明すると憤慨していた。そして里帰り出産として、好きなだけ家にいていいと言ってくれた。その日の夜、案の定夫から電話がかかってきた。おい、どうして家にいないんだ？私、里帰り出産をすることにしたの。今実家にいるから、出産するまではここにいる。はあ、お前それどういうことだよ。お母さんが私にまたひどい態度をとってきたの。ずっとこき使われるし、このままだとお腹の子も危ないわ。またそんなデタラメ言ってるのか。くだらないこと言っていないで早く帰ってこい。いやよ、出産するまでは絶対に帰らないから。お前本当に生意気な嫁だな。勝手に怒ってればいいでしょ。話は以上よ。あ、おい。私はそう言って電話を切った。その後も夫からの着信がひどいので、私は着信拒否にして実家でゆったりと過ごした。母が家事をやってくれるおかげで、ものすごく体を休めることができた。夫は私が実家にいるから、迂闊にはやってこれないようだ。きっと私がいなくて、家事をしてくれる人がいないから困っているだろう。多少痛い目見ないとわからないだろうから、いい気味だ。そして数ヶ月後、私は無事に赤ちゃんを出産。元気な女の子が生まれた。両親と一緒に出産をお祝いし、私は幸せを感じていた。その時、見知らぬ番号から電話がかかってきた。無視をしても何度もかかってくる。これはおそらく夫か義母のどちらかだ。そう思い、私は電話に出なかったのだが、母がいいアイデアがあるわ、と言って私の代わりに電話に出た。母が通話ボタンを押すと、夫の怒声が聞こえてきた。おい、お前ふざけんなよ。いつまで実家にいるつもりだ。もう生まれた頃だろ。早く戻ってきて母さんに孫の顔を見せろ。電話に出た途端にそのように怒る夫。スピーカー状態にしていたので、私にもちゃんと聞こえている。私と母は顔を見合わせた。母は夫のひどい態度にびっくりしていた。そしてそんな夫に母が驚きのことを言った。今、娘と孫の葬儀中ですので後にしてくださいませんか？は。母の発言に夫が固まる。お母さんですか？はい、そうです。あの、
のぞみの葬儀というのは一体、それに孫まで。言った通りですよ。娘と孫は亡くなりました。え、どうして。自分たちに心当たりはないんですか。娘はあなたとあなたのお母さんからの嫁いびりや日常的に浴びせられるバリ雑言に心を病んでしまいました。そしてストレスなどから体調を崩し、お腹の中の子が命を失ってしまいました。それにショックを受けた娘は後を追うように。話しながら嗚咽して泣く母。夫は完全に動揺していて声が震えていた。そんな、まさか、のぞみが、そんな。私はそこまでひどいことは言っていないというか、多分、おそらく母が、その。自分を必死に弁護しようとする夫に、私は一気に愛情が冷めた。母はそんな夫に、でも、あなたさっき電話をかけてきたとき、娘が相手だと思ってものすごい怒りながら罵っていましたよね。と確信をつくことを言った。それは。あなたの中で、娘にはそういう態度をとっていいという認識があったのでしょう。それが娘を苦しめたんですよ。ちゃんとわかってますか？言い逃れなんてできないんですから。私は絶対にあなたたちを許しませんからね。母がそう言うと、夫は何度も謝罪をしていた。本当に申し訳ありませんでした。なんてお詫びを申し上げたらいいのやら。本当に謝る気があるのなら、すぐに私たちの家に来てください。母がそう言うと夫は了承して、義両親を連れて実家にやってきた。私は別室で隠れていたので知らないが、母曰く家に来た時の夫と義母の顔は真っ青だったらしい。それから今で、義両親と夫と私の両親との話し合いが始まった。義両親と夫は頭を下げて私の両親に謝っていた。すると母は私に出てくるよう言った。のぞみ、出てきてちょうだい。はい。私が隣の部屋から出てくると、義両親と夫は声を上げて驚いていた。どうして?亡くなったんじゃ。彼らの驚く声で娘が起きてしまい、泣き出した。赤ちゃんの泣き声。まさか生きていたっていうの。どういうことかわからずに、戸惑っている彼ら。母はそんな義実家の人たちにこう話し始めた。あなたたちには、どれだけ娘のことを傷つけたのか理解してほしかったんです。ここまでの嘘をつかないと、あなたたちは聞く耳を持たないでしょう。義母は、騙したわね。と怒っていたが、母は動じずに、あなたは自分がどれだけひどいことをしたのか、自覚がまだないようね、と言って、スマホを取り出した。これは娘がご近所さんからいただいた動画です。あなたがマンションの廊下で罵声を娘に浴びせながら、どんどんとドアを叩く様子が映っています。それはあの時の義母が暴れていた時の映像だ。さらに他にもマンション下でずっと待ち伏せて、私に無理やりついてくる義母の姿を撮ったものや、窓を開けていて漏れて聞こえていた義母が私を罵倒する音声もある。みんな義母のことをやばいやつだと思っていて、密かに証拠を集めてくれていたのだ。音声や映像を見た夫と義父は、目を見開いて驚いていた。おい、お前、何をしてるんだ。お前が言っていたことと全く逆じゃないか。母さん、どういうことだよ。俺を騙していたっていうのか。違うの。これは。義母は慌てて取り繕っていたが、ここまで証拠が揃っていたら言い逃れはできない。のぞみさん、そしてのぞみさんのお母様にお父様、大変申し訳ありませんでした。妻のことは私がしっかりと叱ります。
そしてその妻に騙されたとはいえ、ひどい態度を取った息子のことも私が厳しく指導します。この度は、誠に申し訳ありませんでした。義父はそう言って深く頭を下げた。いえ、私もさすがに、娘と孫が亡くなったという嘘までついたのはやりすぎました。ですが、娘はもう結婚生活を続けたくないと言っていますので、離婚という形で話を進めてもよろしいでしょうか。離婚。そんな。夫はそうやって驚いていたが、義父が当たり前だろう。このまま結婚生活が続けられるなんて甘いことを考えるんじゃない。と一括しておとなしくさせた。そして事前に用意していた離婚届にサインをしてもらい、私たちの離婚が成立。親権はもちろん私がもらうことになった。夫と義母は顔面蒼白の状態でうなだれていた。義父は二人を連れ、再度私たちに頭を下げて帰っていった。ちなみにその後も元夫と元義母についてだが、元義母は元義父に愛想を尽かされて、離婚して家を追い出されたらしい。そして元夫の家に転がり込んだそうだ。だが元義母は、あのマンションでは要注意人物として危険視されていたそうで、マンションの管理会社から出て行ってほしいと元夫は言われたそうだ。結局、元夫はマンションを解約せざるを得なくなって引っ越したらしい。余計な引っ越し費用がかかり、さらに養育費に加え、私は今回の件で精神的苦痛を味わったとして慰謝料も請求していたので、元夫は貯金が一気になくなってしまったそうだ。元夫は全部母さんのせいだと元義母を責め続けているらしく、元義母はそれで心を病んで家事をしなくなり、そのため元夫と元義母の部屋はひどいありさまで、食事もまともに取れないという状況となっているそうだ。そのため仕事でも力が出ずに、どんどん個人の業績が落ちているんだとか。出世街道から元夫は外れてしまい、今はただただ借金を返すための日々を過ごしているそうだ。本当にいい気味だし、自業自得だ。一方、私は実家に戻り両親のサポートを得ながら子育てをしている。義父にだけは定期的に孫の顔を見せてあげている。その時に元夫と元義母のその後について聞いたのだ。ちなみに私は今までの経験から地元の有名なカフェで働かせてもらえることになり、さらにコーヒーの知識を増やしたり、ドリップの技術を磨いている。そして将来、私はいつか自分のカフェを持ちたいと考えている。その夢が叶うまで、子育ても仕事も一生懸命に頑張っていこうと思う。マサトの給与だけじゃ、仕送り15万が払えないっていうのよ。子供のお金を当てにしなきゃ、続けられない民宿ならとっとと閉じたらいいんじゃない。あんたね、代々続いてきた民宿を私の代で潰すなんてできないわよ。っていうか、マサトが継がないんだから、どのみちあんたの代で潰れるじゃん。まあ、どこまでも生意気な女ね。元義母は顔を真っ赤にして、手に持っている鉢植えを振り上げた。しかし近所の人が通報したのか、そこに警察が登場し驚いた彼女は自分の頭の上に振り上げた鉢植えを自分の頭の上に落とすという、なんとも間抜けな笑える行動を披露してくれた。頭の上に落とした鉢植えは、きれいに割れるということをここで学んだ。私は望み、とある総合エレクトロニクスメーカーで働いている。夫の正人とは大学時代からの付き合いだ。学部の違う私たちはサークルで出会い交際に発展した。私は理学部で夫が文学部。私にはない思考を持っている夫が好きだった。文系がめちゃくちゃ苦手な私は夫のことを尊敬していた。やっぱり自分にないものを持っている人は素敵だ。ただ、どんなに素敵な彼でも就活には苦労していたように思う。
私は学部長推薦で今の会社へ入社したが、夫は何十社とエントリーして、ようやく営業職をつかみ取った。そんな努力する彼の姿を見て、また一段と惚れ込む。社会人2年目で彼から結婚を申し込まれた時はとても嬉しかった。私も二つ返事で OK を出したい。しかし私はこの時踏みとどまったのだ。なぜなら彼の実家は民宿をやっているのだが、正直経営が厳しいらしく、彼は学生時代に何度かバイト代から送金をしていたからだ。彼のことを慕っている気持ちに嘘はない。ただ一生に一度であってほしい結婚で、新婚早々からお金の苦労などしたくない。はっきり言ってしまえば、子供にお金を出させてまで民宿を経営する意味がわからない。子供に迷惑をかけるくらいなら、いっそのこと民宿はやめてしまえばいいと思った。プロポーズ、本当に嬉しいよ。ありがとう。じゃあ、結婚してくれる？その前に一つだけ確認させてほしい。何？前に何度かご両親にお金の送金をしてるよね。それって今後も続けるつもり？どうして？はっきり言うね。私はお金の苦労を背負いたくないの。だからあなたがこれから先、また実家にお金を送金するって言うなら、結婚はしたくない。そっか、はっきり言ってくれてありがとう。でも心配いらないよ。両親にはお金をあげたんじゃなくて貸しただけだよ。もちろん、これまで貸したお金もきちんと返ってきてるから、何の心配もいらないよ。それってさ、自転車操業ってやつじゃないの？そんなことないよ。今はうまくいってるから問題ないよ。それに俺も結婚をして所帯を持つわけだし、もう親にお金を渡すつもりはないから大丈夫。俺、一人っ子だし、母さんたちが守ってきた民宿がなくなっちゃうって思ったら、あの時はどうしても助けてあげたいって思ったんだよね。この発言を聞いた時、私は自分を恥じた。彼の優しさを否定するようなことを言ってしまったと反省した。私だって両親は大切だ。もし両親が困っていることがあれば積極的に助けたいと思う。私は彼のその気持ちを汲み取ることができなかった。私、すごくひどいこと言ったね。ごめんね。全然そんなことないよ。のぞみちゃんにはのぞみちゃんの考えがあっていいんだよ。僕はそういうはっきりと意見を言ってくれるのぞみちゃんのことも大好きだよ。ありがとう。人間、思い込みって怖いよね。この時、私は彼が両親を助けたいと進んでお金を渡していたのだと思っていた。だから両親が金くれくれだという思考にたどり着けなかったことがとても悔やまれる。その思考さえあれば、こいつと結婚など絶対にしなかったのに。そうとは知らずに優しい人だと疑わなかった私は、すんなりと結婚してしまったのだ。しばらくは平穏な日々が続いていた。夫と結婚できたことに幸せを感じていたほどだ。2、3年後には子供を、なんて、そんなことも考えていた。しかし結婚から半年ほどが経った頃、夫からある相談をされたことから、少しずつ幸せな生活は遠ざかっていくのだ。あのさ、家に入れるお金、少し減らしてもいいかな？どうしたの？いや、営業で失敗しちゃって、商品買い取りになっちゃったんだよね。は、何それ？僕のミスで商品傷つけちゃってさ、売り物にならなくなっちゃった。うん、で、買い取り、どんだけブラックだよ。怪しげな元気の出る水でも売ってるんかい？母、面白いね。思いのほか受けなかった。ちょこっと気持ちを和らげてあげようとしただけなんだけど、その時は今ではなかったらしい。あのさ、
買い取りって普通に考えておかしくない？あなたは業務委託じゃないんだからさ、ちゃんと会社と話した方がいいと思うよ。でも先輩たちも今までみんなそうしてきたって言うし、僕やっとこの会社に雇ってもらえたわけだし、社のルールには従おうと思うんだ。いや、それでもおかしいと思うけどな。のぞみちゃんにはわからないよね。だって営業じゃないし、そもそものぞみちゃんは就活で何の苦労もしてないよね。確かに夫の言う通りである。それを引き合いに出されたら何も言えないじゃないか。ただ私は、社員が社品を買い取るっておかしくないかということが言いたいだけなのだが、今の夫にそれを言うのは酷なのか。まあ、家に入れるお金については OK だよ。無理しないでね。のぞみちゃん、本当にありがとう。私たちは結婚当初からお互いが10万ずつ家計に入れている。二人暮らしを始めて月の諸経費は約13万、残りは貯金しているし、夫からのお金が減ったところで生活が苦しくなるわけでもない。夫の仕事が落ち着くまでの間ならそれでもいっかと簡単に考えていた。しかし夫から申し出があってから数ヶ月経っても、彼が家に入れるお金が元の金額に戻る気配がない。一応夫は月に5万円を家に入れているが、買い取りがそんなに重くのしかかるものなのだろうかと疑問を持った。ねえ、あれから4ヶ月経ったけど、買い取りの件ってまだ続いているの？あ、うん、そうなんだよね。ふーん。ところであなた、何を買い取ったの？え、なんで？夫が急に焦り出した。そういえば何を買い取ったのか聞いてなかったなと思って。家で使えるものなら消費しようか。いや、大丈夫。で、何を買い取ったの？グランドピアノ。は、確かに夫は楽器屋の営業だ。だからといってグランドピアノを買い取り、さすがにおかしくないか。買い取ったブランドピアノってどうしたの？知り合いに安く買い取ってもらったんだ。え、じゃあもう解決したんじゃないの？そうなんだけど、他にもいろいろと問題があって。もうそんな会社辞めたらと喉まで出かかる。でもそんなことを言ったらまた夫は悲観的なことを口にするだろう。正直、私にはわからないと言われるのは辛いものがある。そもそも私は学生時代にめちゃくちゃ努力をしている。学部長推薦だってすんなりもらえたわけじゃない。これはたくさんの努力を積み重ねた結果だ。夫の努力が足りなかったとは思わないが、私がしてきた努力を否定されているような気持ちになるし、そこを察せれない夫にも少しだけがっかりしてしまうのだ。まあ、散々考えさせられた結果、夫の話は全部嘘だったんだけどね。悩むだけ無駄だったということだ。夫の嘘は義母からの電話で発覚した。その日、私のスマホに義母から着信があった。彼女と会話をするのは結婚式以来だ。義母はのっけから高圧的だった。あなた、優しいマサトをこれ以上苦しめないでちょうだい。マサトからの仕送りが減ったのはあなたのせいなんでしょう。は、仕送りって何のことですか？てっきり買い取りのことをああだこうだ言ったことへの文句を言われたのかと思っていたが、全然違った。仕送り。夫の話では、結婚以来、親への仕送りはしていないはずだ。やっぱり、あなたとなんて結婚させるべきじゃなかったわ。マサトはね、これまで毎月20万の仕送りを私たちにしてくれていたのよ。それなのに、
あんたね、仕送りが15万に減ったのよ。どうしてくれるの？民宿が潰れてもいいの？いろいろと突っ込みどころが満載だが、つまり夫は今でも実家へ仕送りしているということだけははっきりした。マサトさん、お母さんたちに仕送りしてるんですか？あんたがとやかく言うことじゃないの。これはあんたと結婚する前からしていたことなんだから。あなたは優しいマサトには悪影響でしかないわね。息子のお金を当て込んでしか続けられない民宿ならお辞めになってはいかがでしょう。腹が立った私は思わず言い返してしまった。は、何言ってんの。子供が親を助けるのは当然のことでしょう。もしかして仕送りはマサトさんが自発的にしていたことじゃないんですか？お母さんがお金を請求したんですか？だったら何よ。あの子はうちの子なんだから親を助けて当然よ。信じられん。子供のお金を当てにするとは理解に苦しむ。あの子に聞いたけど、あなたがお金の管理をしているんでしょう。まあ、家計は私が預かっていますけど。あなたね、専業主婦ならきちんとお金を節約してこちらにお金を回しなさい。は、次から次へと新しい情報が更新される。専業主婦ってどういうことですか？あなたは結婚して仕事を辞めたんでしょう。マサトのお金をきちんと管理しなさい。それマサトさんから聞いたんですか？そうよ。あの子は優しい子だから何でも正直に答えてくれるのよ。親の育て方って大切よね。頭が痛い。まずは夫を問い詰めない限りは話が進まない。とりあえずマサトさんと話し合う時間をください。話し合う？そんなの必要ありません。あなたは専業主婦なのだから黙ってマサトに従いなさい。一回電話切ります。まずは夫から話を聞こう。私が信じるべきは義母ではない。一生の伴侶として誓い合った夫の話を信じるべきだ。私はその夜、夫が帰宅すると義母から言われたことを夫に伝えた。すると夫の顔はみるみるうちに青ざめていった。ごめん。ごめんって何が？仕送りのこと言えなくて。でもなんかすっきりした。は？もうこれで隠し事がなくなったからさ。は？何一人ですっきりしてんの？私は全然すっきりしてないんだけど。むしろ嘘つかれてたことでもうあなたのこと信用できないんですけど。しかも専業主婦って何？私働いてるんだけど。ごめん。でもそれはのぞみちゃんが言えない空気を作ったんだよ。俺はのぞみちゃんと結婚したかったからこのことが言えなかっただけで、これからは黙って仕送りをするようなことはしないよ。母さんに専業主婦って言ったのも、母さんには共働きは理解できないと思ったからだよ。もはや夫の言っていることを理解しようとは思わなかった。この人は何を言っても親への仕送りはやめないし、私に関することも訂正しないだろう。何よりグランドピアノを買い取りしたと訳のわからない嘘を平気でつくような人とこれ以上一緒に生活をしたいとは思わない。これは立派な離婚原因だね。え？離婚だよ、離婚。ちょっと待って、本気で言ってるの？僕のぞみちゃんの稼ぎがないと生活できないんだけど。知らんわ。私をあんたら家族の破滅に巻き込まないで。とりあえずこの家から出てってね。私が借りている部屋なんだから当然だよね。ちょっと待って、じゃあ僕はどこで暮らせばいいの？だから自分で考えろよ。
何でもかんでも私に聞くな。私は夫を家から追い出すとドアガードをして施錠した。夫はしばらく玄関前で粘っていたようだが、耳栓をして知らぬ存ぜぬを貫くとどこかへ消えた。その後、なぜか夫ではなく義母から何度もスマホに着信があったが無視。夫は離婚を渋っていたが、弁護士を通すと胸を伝えるとあっさり離婚に同意した。この時は慰謝料なんて考えてもいなかったが、結果的に私は義家族に慰謝料を支払わせることになる。私と夫の離婚が成立すると義母からの連絡はなくなったのだが、彼女は盛大にやらかしてくれた。離婚後の週末に義母が突然我が家へ押しかけてきた。そしてイルスを使うと玄関のドアを乱暴に叩いている。それでも無視を決め込み耳栓をしようとしたところでリビングからとてつもない大きな音がした。慌てて駆けつけると義母がどこから持ってきたのか鉢植えを持って窓ガラスを割ってリビングへ侵入しているではないか。目の前で犯罪をやらかされているが恐れはない。呆れた気持ちの方が勝っている。ちょっと何してんの。あら、やっぱりいたのね。あなたね、私が何度も連絡してるのに無視するってどういう神経してるのよ。嫁の立場をわきまえなさい。いや、離婚してるからもう嫁じゃないし赤の他人だけど。しかもあんたが黙ってろって言うから黙っていただけで無視したわけじゃないし。それに私専業主婦じゃないからね。仕事持ってるから。何言ってるの。そんなこと今となってはどうでもいいわよ。あんたがマサトとやり直さないとうちの民宿は潰れるのよ。いや、意味わからんし。マサトの給与だけじゃ仕送り15万が払えないっていうのよ。子供のお金を当てにしなきゃ。続けられない民宿ならとっとと閉じたらいいんじゃない。あんたね、代々続いてきた民宿を私の代で潰すなんてできないわよ。っていうか、マサトが継がないんだからどのみちあんたの代で潰れるじゃん。まあ、どこまでも生意気な女ね。元義母は顔を真っ赤にして手に持っている鉢植えを振り上げた。しかし近所の人が通報したのか、そこに警察が登場し驚いた彼女は自分の頭の上に振り上げた鉢植えを自分の頭の上に落とすという何とも間抜けな笑える行動を披露してくれた。頭の上に落とした鉢植えはきれいに割れるということをここで学んだ。土まみれになった小汚い元義母はそのまま警察に連行されていった。その後、元義父との話し合いで被害届を出さない代わりに多額の慰謝料を支払うということで決着した。驚いたことに元義父は元夫の仕送りの存在を今の今まで知らなかったという。しかも民宿は大きな稼ぎはないものの、それなりにうまく運営できているそうだ。さらに詳しく話を聞けば、元義父の兄と共同経営をしており、義母は民宿運営にノータッチだった。つまり元義母は自分のお小遣い欲しさに息子にたかっていただけ。彼女は息子をうまく言いくるめ、元義父には仕送りのことを言うなと口止めしていたのだ。元義父は彼女のへそくりの存在を把握していて、その全額を私に渡した。そして元義父は元義母に離婚届を突きつけ、私たちの離婚から数ヶ月後、彼らも離婚した。行くあてのない元義母は元夫のアパートに身を寄せていると聞く。まあ、一生あの二人は寄り添って生きていくんだろうね。今となってはどうでもいいことだけど、あの元義母には大きな痛手だっただろうね。実にいい君だ。そして結婚に懲りた私は現在、仕事をバリバリとこなしている。しばらく恋愛はお休みしようかな。今は仕事の方が楽しいしね。